オル、ロゴオープンエデュケーショナルリソーシズは、世界的なコミュニティネットワークであり、教育に関する、共有材を作ることを目的としている。オープン教育リソースという用語は、ウィリアムフローラ・フレット・ファンデーションより、資金援助を受け2002年に、ユネスコで開催された、フォーラム、インパクト・オブ・オープン・コースウェア、フォー・ハイアー・エデュケーション・イン・デベロッピング・カントリーズで、 初めて採用された。オープン教育リソースは、教育に関する資料であり自由に誰でも、使用することができる。また、いくつかのライセンスの下で再構成、改良、再配布などを行うことができる。オープン教育リソースは、以下の内容を含む。2007年7月に、クロアチアのドゥブロブニクで開催された、アイコモンズアイサミットにおいて、教育関係者は、 オープン教育のイニシアティブを世界的に示し、またオープンな教育資料をよりよく作成、共有、発展させる方法を探るためにオープン運動に参加した。2006年9月、サードアニュアルオープンエデュケーションコンファレンスがアメリカ合衆国ユタ州のローガンにて開催された。最近では2007年9月24日から27日まで開催された。 また、2005年10月24日から12月2日まで、ユネスコのオンラインフォーラムオープンコース、コンテントフォーハイヤーエデュケーションが開催されていた。過去2年にわたり、オープン教育リソース運動や、オープン教育ライセンスは大きな広がりを見せている。オルに対する多くのプロジェクトは、ウィリアムフローラ・フレット・ファンデーションによって、もしくは共同コンテンツ制作に対し作業を、 行っているプロジェクトには、シャットルアースファンデーションから財政的援助を受けている。また、OL を実際に適用する方法について、国際的な議論が活発に行われてきており、ユネスコはそれに関して、インターナショナルインスティチュート・オブ・エデュケーショナル・プラニングを通して会議を主催した。2006年の中頃までに、OL とフリー・リブレオープンソースソフトウェアには、 共通する部分があることが明らかになったため、オルとフロスにそれぞれ設けられていた一プの作業グループが合併することとなり、OECD のキャンペーンに参加していた人が合流することとなった。オルにおいて活動している多くの辞任にまだ明らかでないのは、オルとフロス運動の間にはフリーオープンといった諸原則を超えた一層深い関係があることである。 このことはフロスでは明らかであり、例えばウィキペディアのような例を見ても、どのようにユーザーがアクティブなリソース作成者となり、またどうやってそれらリソースが再利用され自由に管理されているか知ることができる。その一方でオルでは伝統的なリソースの作成方法と役割分担に未だ視点が向けられている。今日ではフロスコミュニティは、 プロプライエタリーソフトウェアの制作者とは異なる開発アプローチを用いて良質なソフトウェアを開発していることで知られている。フロスはあるボランティアのコミュニティによって制作され、またそのソフトウェアに対するサービスを提供することで利順を得ている会社に援助されている場合もある。また、ここほんの数年、フロスコミュニティはコミュニティにおける制作、サポートのモデルとして、 また、知識の作成と学習の方法に関して注目を集めている。フロスコミュニティは、教育環境の設定に適応できる多くの特徴を備えている。例えば、オープンで、包括的なエイトス、あらゆる人々が参加でき、無料であり、リリースの締め切りがなく、生涯にわたり参加できる。最新のコンテンツ、あらゆる人々によって、コンテンツが作成され、 編集され、アップデートされる。教材は、普通多くの著者により作成され、著者以外の人々の寄与を受けることができる。教材の機能やコミュニティ構造が、継続的な開発サイクル内における再高渉、反映の結果であるところにおける頻繁なリリースや、アップデート。優先的な学習結果やプロセスは、メーリングリストやフォーラム、コメントや、 さらなる教材の再利用を通じて利用可能になる。巨大なサポートネットワーク、ほぼ24時間にわたり、協力的な方法で、コミュニティによるボランティアのサポートを受けることができる。ただのリカンのパラドックス、より多ければより良い。新しい ICT ソリューションが、コミュニティにより、素早く適用される。教育環境のセッティングに対しフロスの方法が有用であることは、 部分的に明確であるが、その方法をいかにしてマッピングし、転送するか、もしくはフロスの方法による、新しい教育法のモデルやシナリオを発展させるべきか未だシステム化された方法は、提示されていない。欧州連合に資金援助を受けているフロスカームプロジェクトは、教育に関する視点から、オープンソースの方法論をマッピングする。 おそらく最初の試みとなることが予想されているが、詳細な研究と作業が未だ残されている。ありがとうございます。